時刻は12時32分回っています。あっこのいい加減に1000回お送りしております。はい、今ね、はい、サンドイッチマンがお二人がいつものようにご挨拶に来てくださって、お米のコマーシャルしててパンやんか君らとかって言ったら、すいません7年もやってらっしゃる宮城のお米の PR。 そうなんですよ。今度また献上しますって言われて献上っていう感じですけど、だからお二人は完全に恐喝と捉えてますね。ええ、それはだけど私も本当に知らなかったっていうか、ああまあね、うん、改めてこの CM のね、うん、あの記者発表みたいなものがあったからお子さんもご覧になったんですよね。そう、なんか2人ステージ上の2人を、はい、それでやっぱり宮城ですから、うん、で彼らの宮城愛って半端じゃないじゃないですか。そうですね、と思ったけど、それは分かってたけど、宮城だからってのは分かってたけど、はい、うん、サンドイッチやんかとかって思ってでも7年もやってるってすごいですよね。伊達さんがでも記者の囲み取材の中では、はい、やはりお米をあこさんに献上するんですかっていう質問があったっていうんですよね。もうなんか献上するっていうことが知れ渡ってんのかな。ですね、いつもなんか持ってきてくれるからね。はい、キュッてぶらでしたよ。いや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 、なんでやねんって自分で言ってますけど、うん、まあまあ恐喝ですよ。いやいや、もうそんな無理せんで、でもいや、やっぱり言うてもパンダ大谷サンドイッチマンやから、そうですそうです、なんか悪いこと言う人いないでしょう。はい、ほんで本当に2人とも外見、こんなん言うたらあかんけど、外見とそぐわず性格温和だしね。伊達くんなんか外見怖いやんか一瞬。最初漫才のキャラでも伊達さんって、うん、まあ、コントのキャラでも、うん、割とこわもてのお兄さんの役が多いですからね。そうでしょ、はい、うん、いやでも本当に温和な柔和な、はい、礼儀正しい好青年ですよね。青年ってことはありゃもう、うん、本当に、いや失礼いたしました。青年でもいいと思うんですけど、はいはい。ラジオネーム息子は寒暖差アレルギーさんですね。はあ、アッコさんのコメント、はい、サンドイッチマンさんがお米の CM をしてることに違和感を感じましたという発言に対して、柿穴さんが、はい、言う通り、うん、まさにアッコさん言いがかりですただめちゃくちゃ笑いました。あ、そうですか、はい、いやただ昨日本当見て笑ったんです、はい、自分でも、はい、大田区の、はい、ゆうたんのお兄さんからいただきました、はい、サンドイッチマンさんのお二人が宮城米の CM されてましたねと、はあ、はい、アッコさんがサンドイッチマンなのにとおっしゃってましたが、はい、僕が見た時は、うん、サンドイッチマンの伊達さんも、うん、我々はサンドイッチマンですが、ライスマンですというふうに、なるほど、言い換えてましたよっていう、はあ、なるほど、これからお笑いの人も名前気ぃつけなあかんな。でも考えてみたらよ、サンドイッチマンなのにその郷土愛がお互いにあるかもわからんけど、それでもコマーシャル来るってことはすごいですよ。いやすごいですよ。お米のコマーシャルを、まあ言うてもライスじゃない、はい、英語で言うてもね、それをお願いするっていう、うん、この相思相愛の関係、はい、すごいことですよ。すごいです。こんなんだって例えばコーラなんかでもね、うん、2社あるじゃないですか、ちょっと有名な、はいはい、絶対競合しないじゃない。そうですね、うん、うん、それでやっぱり表と裏があるからさ、いろんなもの、うん、例えば洗剤なんかでもいろいろあるじゃないですか。確かに、うん、洗濯洗剤でも食器洗剤でもね、その反対のものを連想するっていう、なかなか、あ、そうですね、そうでしょ、確かに確かに、それを克服してサンドイッチマンに持っていくっていうのは、やっぱりその宮城ってこともあるけど、郷土愛がなせる技ですね。だから CM の相思相愛ということで言うと、うん、アッコさんもやっぱりトランスフォーマービースト、うん、相思相愛ですよね。なんでやねんあれ相思相愛じゃないですか。でも今年ね、シャキニン含めて私この年でコマーシャル3本やってるんですよ。すごいっすね。はい、ありがたい。すごいっす。だってトランスフォーマーなんて子供向けですからね。そうですよね、うん、ビースト覚醒、いやいや、あれもそうですし、シャキニンもそうだし、そうですよね。ちょっと前だとあれでやっぱり、うん、あの進撃の巨人もね、そう相思相愛ですよね。進撃の巨人もあったね。そういえばすごいですよ。だから現実の巨人でした。現実の巨人いやでも本当にそういうふうに考えれば、
あのスポンサーもすごいしサンドイッチマンもすごいなって。そうですよね、うん、あのラジオネームよく寝るねずくんさんがですね、はい、確かにお米ということで言うと、はい、笑い飯さんだって、はい、銀シャリさんだっていらっしゃるわけだから。ああ、なるほど。確かにと私は思いましたと。サンドイッチマンさんのやっぱり人柄ですね、人柄ですねということですね。本当だ、いらっしゃるね、はい、他にもお米に関するタレントの方はいらっしゃると思うんですが、はいはい、ということでした。やっぱりなんかぴったしって感じですよね、はい、そうですね、うん、笑ったけどね、はいはい、まあまあそれをアゴさんがご覧になりながらね、こう思わずテレビ画面に突っ込んだと、うん、そうですね、はい。あとこれは CM に関してラジオネーム現実の巨人さんが、はい、あ、現実の巨人さん、そうそう、現実の巨人さん、はい、もしもアコさんがよく話に出るデビュー当時の芸名候補、はい、マーガレット和田さんになっていたら、はい、カーネーションの CM のオファーが来ても断ってたんでしょうかという。いやー、どうなんでしょう。マーガレット和田だったら、そうです、マーガレット和田になる可能性があったんですよね、はい、大だったんですよね、カーネーション。でもコマーシャルだったら会社がやってるかもわかりませんね。あ、そうですよね。私給料制でレコーディングもそうですけど関係ないけど、うん、仕事でこれやりたいとかってあんまり言ったことないんですよ。ああ、はあ、はあ、はい。で、もうそれもお任せしてるんです、完全に、はい、マネージャーに。それでCD とか曲なんかでもこれやりたいとかあれやりたいとかこれ歌いたいって言ったことないですね。与えられたものを歌ってるだけで。これ僕もまあアコさん長年ラジオやってるから、はい、それは確かよくわかるんですけど、はい、世間のイメージは、はい、言ってそうだと未だに思ってる人いるんですよね。そうでしょうね。まあ、仕事に関してもあれをやりたいだとかこれは嫌だとか。もうマネージャーに絶対的信頼を置いてますから、はい、私が嫌だなと思うのは彼らが、その絶対やらせない、私は信じてるんで、うん、はい、歴代のマネージャー全部、だから会社としてはコマーシャルって言ったらやったかもわかんないしね。うん、私はねコマーシャルとか本当やってるといつも言いますけど、すごく、まあ、普段からいやらしいけど気をつけてるんですけど、もっとシャキッとしますね。うん、その企業に迷惑かけるといけないってのがあるんで。はいはい、ああ、確かに。なんかずっと長谷園も30何年やらせていただいたんですけど、まああれは若い、まあ今出川がやってるけど、若いお母さんがちょこっと作るときに、なんか足んないときに手間暇かけずできるっていうんで、まあ春雨とか全部、まあ全製品やりましたけど。そうですね。その間なんかあっちゃいけないとか、あと、あ、律儀だなと思うのはマルハンのね、はい、CM パチンコのやった時も、はい、アコさんちゃんと事前にマルハン以外のパチンコ屋さんに、はい、マルハンが行くこともありますよ、住んでるところにはないんでって、うん、だから新宿行ったりとか、はいはいはい、そうですよね。もう長谷園やってる時は長谷園しか買わないとか、うん、カレーとかはもう SB って決めてるんですけど、うん、SB の前 の, あの会長さんが銀座のクラブで、はい、ご一緒して山崎さんって方、うん、これ名前言ってもいいと思うんですけど、送ってくださって、うん、で長谷園カレー出してなかったからその時、はいはい、今でもカレーは SB ですね。ハウスのコマーシャルやってたんですけどね、ハウスくくれカレー。ああ、そうですよね、はい、やってましたよね。やってたんですけど、なんかそういうコマーシャルやってる間は、うん、そこに目をかけたらあかんって。今日なんかでもって言うとおかしいけど、この番組もセブンイレブン一社提供でもう30何年ですか、2年、もういやいや34年目に入ります。4年目に入りましたか、はい、ありがたいことじゃないですか。そうですね、本当にコンビニセブンイレブン以外行かないですもんね。うん、はあ、だからやっぱり自分からなんかこうそういうご縁を、はい、消すってことは私にはできないですね。はい、うん、ちょっとね、いろいろこう CM でもいろんなね、確かに今日は冒頭からね、うん、新しい CM のシャキニの話がありましたから、はいはい、うん、そう、ちょっと CM の話もいろいろ出てますけど、うん、メールでも来てますね。はい、何ですか。いろいろアコさんのシャキニの CM、 これハッピーハッピーさんがですね、はい、
精神的疲労感の軽減に効果的、はい、ということですけども、はい、アコさんがこれ以上精神的な疲れが取れてしまうと、はい、柿花さんがますます締められてしまうんじゃないでしょうか。それぐらいがいいんです。カッキーはさっきのなんか情報を読むときも書いてあることを品川駅とかなんか言いましたから、ね、いやごめんなさいごめんなさい、あれはあのでのっていう言い方をで時々なんとかメールなんとかはなんとかあなたとハッピーとか時々言うもんね。君真剣に仕事をしたことある？したことあるっていう質問だよ今。してるじゃなくてしたことある？真剣に。いやいやあの常に心穏やかでいようとは思ってますけど。心穏やかとはちょっと違うと思うんだ。その真剣にクエスチョンが違う、アンサーが。真剣にやろうと思ってます。やろうと思ってる。やってんじゃないんだ。やってるとは言い切れ。まだやろうと思ってる途中なんだ。やろうという心意気は持ってます。ああ感じられないね。残念でした。曲に行きたいと思います。よろしいでしょうか。今日もたくさんのメールファックスありがとうございました。再来週10月21日、はい、この番組には新しい学校のリーダーズの鈴鹿さんと美樹さんがいらっしゃいます、はい、代表曲の大人ブルーですけれども、うん、ある意味この曲を元にしたと作曲者の方がそうおっしゃってたからね、はい、モチーフにもしていると言われているアッコさんの1974年のナンバーをお送りしましょう、はい、和田アキ子古い日記。